本日はですね、朝鮮学校というものをつないで、そしてまた震災というものをつないでという方にお二人来ていただいています。お一人は、学校法人宮城朝鮮学園の、東区朝鮮初中高級学校、今は高級学校の方は、一応、はい、並行というか中断しているということですが、初中級学校の、校長先生をしていらっしゃいます、ユン先生と、そしてまたですね、この神戸長田で、ケミカルの、いえ失礼いたしましたブランドの靴を作っていらっしゃるという、キムさんにおいでいただいています。そういうやっぱり朝鮮学校っていうところに行ったその感覚っていうのは、例えばキム・ゲファさんなんかはどんなふうに思われますか？やっぱり私は、この長田に朝鮮の幼稚園が本当にできた当初の、親の考えでしょうね。やっぱり朝鮮人なので、朝鮮の学校があれば入れたいっていう、親の気持ち違ったから、私は子供なんでどこに入れられてるのかちょっと全然全くわからないんですけども、そこに行ったらすごく楽しくって、同じような仲間がいっぱいいて、家で食べてるものといえば朝鮮の食べ物を食べてたり、アボジオモニと読んだりとか、同じような仲間がみんないて、知らない間に、小学校中学校高校と、徐々に多分どこで民族心が芽生えたのか分かりませんけど、自分が置かれてる状況とか徐々にこう理解してきて、今に至ってますけども、でそういう人がだけど地域の中の住民としても共に暮らしているっていう、自分のアイデンティティとかそういったものを手に入れる教育を受けるための場所としての朝鮮学校があるということですね。そうですよね。で同じく、なかなかその震災からかなりハードな毎日を送ってらっしゃって体調も崩していらっしゃるそうなんです、なんですけれども、ご自身もその朝鮮学校をご卒業されて、でその後その子どもたちをその組織というか、そういう場所を守るためにいろいろ地域とのお付き合いだったりとかいろんなことをしながらそれをされてて、今回地震ということで大変ひどいことではあるんですが、今言われたように本当にいろんなものを超えて手をつなぎ合うという経験もされた、でもそこから先復旧復興に向かうとそこに差が出てきますよね。そうですね。八木山中学校で炊き出しをした時に校長先生とか職員の方と挨拶に行ったんですよ。私も一緒にやったら、学校見たら同じ八木山にあるのに、歩いても本当行ける距離なのに、片やはうちの学校はめちゃくちゃに倒れたんだけど、八木山中学校普通だったんです。ちょっと本が倒れてくれて、で話聞いたら何日か前に我々が炊き出しをする前に仙台市の方から調査員が来てみんな調べていったと。でそれを見て、あらっとって感じたのは、地震が起きた次の日ですね、次の日、2日後ですね、2日後に私と金理事長がいいんですけど、会長さんね、一緒に県庁行ったんですよ。県庁に行って、地震でこうなったから、現地に人を送ってほしいと、で調べてほしいと、して、学校があっても使えなくなっちゃったから、なんとか臨時の校舎なりプレハブなりなんかそういう対策を練ってとりあえずちょっと考えてほしいと、もちろん宮城県がもう津波とかあらゆる被害でごちゃごちゃしてたのも確かですし、県庁行った時も自衛隊のジープとかいっぱい止まってて、なんか戦争を彷彿させるようなそういう状況でしたから、たかたか朝鮮学校の問題でそれを取り扱うのは大変だったのは分かるんですけど、行った時もこれでいったこの反応はなくて、朝鮮学校のこれから自分たちでちょっと考えてほしいと、復興もでもね、そういうことを言われて帰ってきたんですよ。でその後に我々が一緒に
中学校に行って竹田市をやってた時に話聞いたもんで、じゃあせめてちょっとあの学校がどうなったかちょっと調べに来てもいいんじゃないですかと考えたんですね。してそれからそうですね、地震が起きたのが11日で、25の日に県の方から連絡がありまして、県庁の担当 の, その部署に来てほしいと私と金理事長が言ったんですよ。言ったらその時ちょうどその担当の方が平成22年度分の教育補助金は出すと、それは、まあ、去年のある時期から問題になったんですよ、出すか出さないかで。でこの前そうやって行った時に今年の去年の分は出すと、新しいなんで今学期平成23年度からは出しませんとそうやって言うんですよ。ただその地震のさなかですよ。で私聞いたんですよ、それはどういった理由ですかって言ったら、去年に起きた朝鮮半島の第四ピョンド砲撃事件が一つの原因だと、でもう一つが宮城の県民感情だと。でもそれとさはさって話を聞いて、本当はまあ行政との仕事ですから笑って帰ろうと思ったんですけど、さすがにそればっかりは私も怒ったので、もう一回言ってくださいって。低四ピョンド の, 砲撃事件とね、うちのこの八木山で勉強してるあの子供たちと一体何の関係があるんですかと、ね、我々が、ね、1円でもお金をあげたんですかと。でこの子供たちと軍人たちと一体何のあれがあるんですかと。あと県民感情、とおっしゃいますけど、誰がそういうこと言ってるんですかと。ね、それはあんまりじゃないですかって。本来だったら学校長ですから、こういう荒げたり当然お金もらって帰るんだと、こればっかりはそうじゃないと。私は学校長としてうちの学校の子供たちと先生たちのためにもっとこう、はいそうですか分かりましたって帰るわけいかないんだと言ったんですよ。県民会長と誰が言ってるんですかと。でももう一つ本当に聞きますけど、砲撃事件はそれは私だって頭痛いと思う顔もいいことだ一つも思いませんと。で砲撃事件と宮城県の税金を払って市民税も払って法を守って一生懸命暮らして自分の学校自分の民族の言葉を習わせるために会話する親たちとって何 の, 因果関係なり関係があってねそういうこと言うんですかと同じことを何回も言ったんです。ただ結局担当の方は同じことを繰り返したわけですよ。でそれで結局帰ってきたんですけど収まらなくて言ってくれどういう多分こういうこと言って失礼ですけど、彼自身も朝鮮学校そう実は助成金の問題で何回もその学校のに来てこの資料を調べてあの資料を調べてあらゆる質問にも私が受けて子どもたちが勉強する姿も何回も見てるんですよ。それで地震でこんな大変な時期にこうやってポーンと出られたから余計ショックを通り越してびっくりして、あこういう人たちが生徒の方々の税金をねこうやって振り分けたりしてるのかと思ったらちょっとあんまりじゃないですかと思ったんですよね。だから今そのことに関してうちの学校の復旧支援と同時に宮城県の方でそういう決定を下そうとしていることに関してあらゆる方々のこの憤慨の声が今上がってるんですよ。で今うちの学校には毎日のように全国各地からの動画からの温かいメッセージあとメールあとファックスもないしで私の携帯電話をどっか知ったかあらゆる方の電話の応答で対応でね私も非常に嬉しい時間を過ごしてるんですけどあらゆる韓国の方もいらっしゃいました。ということはヨンピョンド事件というのはあらゆる見方があると思うんですが分断されてる民族同士の悲劇として私はもうそれを支持するとかそういうのはないですよ。でそれと韓国の民衆たちです。韓国のあらゆる映画俳優とか映画監督とかそういう方々がうちの学校を支援しようとこうコツ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 活動しているにもかかわらず、なんで宮城県において
46年間も朝鮮学校が存在したあの森の都仙台で、なんでそういうことが起きるのかなと思うんですよ、ね、でそういうことでうちの学校をいつでもご覧になったら必ずそんなこと言わないと思いますから、そういうことを考えました。そしてあの学校に今回この文部科学省および宮城県の方でもこの災害復旧支援ということで、このうちの学校で復旧をするにあたって2分の1を補助すると、そういう話を伺っておりますけど、うちの学校に来たら分かるように広大な土地にあんな建物が、古い建物があって、それを全部取り壊して子供たちが勉強するあの校舎なり寄宿舎を作ろうと思ったら莫大な金がかかるんですよ。それ2分の1って申しますけど、そうじゃなくてもうちょっとよく考えて、歴史的な経緯とあのこの何だかの1000年に1回の大震災に見舞ったわけですから、大地が揺れるのは当然の方だけじゃなくて、みんながそういうあの辛い思いをしてね、後ろに乗り越えると思うんですよ。そういうことを共にあの考えて、あくまでも今はちょっと厳しい状況にいますけど、あのうちの学校で勉強している子どもたちというのは、彼らの未来はね、あの日本に足を置きながら世界を見る、そういう能力をつけるために一生懸命鍛錬してますから、彼らをちゃんと今教育化させておけば、あの今は厳しいけど将来あの日朝国交正常化になって、そうなったらもう朝鮮語も分かって、あの日本語も流通で喋れて、もうちょっと勉強したら英語も喋れるような人間がいれば、自然にバイリンガル、トライリンガルの子供たちが全国にもいっぱいいるわけですよ。だからそういうのをちゃんと見据えて復興を、まあ景気といったらおかしいですけど、民族学校のあの40、今年あの我々の中等教育が実施されて65年の節目の年なんですけど、その過程でね、いっぱいそういうのあの北朝鮮とかそういうのじゃなくて、日本の地において日本の地域社会にも貢献した方がいっぱいいると思うんですよ。そういう存在を、正確に知ってほしいということを、で本当にあの今どこの都市に行っても仙台もそうなんですけど、アジアの方々がいっぱいあの共存しているんですよ。でも日本人だからとか、うん、中国人だからとか朝鮮人だからじゃなくて、あの同じヒューマンとしてね、人間としてやっぱり教育とか医療とか福祉とかというのは同じに考えないと、もちろんあの中には外国人という名を汚すね、あの犯罪行為とか詐欺行為とか、それはもう例外として論外として、この地にあの定住する外国人としてかといってそんなようになったら日本人にならされて、そういうじゃなくて外国人自分たち の, あのアイデンティティを守ってね、で世代を超えて2代、3代、今4世もいますから、そういう世代を超えてまでずっと日本に住んでいる方がいますから、彼らが彼ららしく生きるように、そういう社会を作っていくのが大事なことではないかと、いろいろ地震を契機にね、あらゆる人間と会する過程で私が思っていることがそういうことだと思いました。朝鮮人だから、朝鮮学校だからじゃなくて、あのこの地球のね、この未来をこう担う子どもたちの教育ですから、本当よくにあのグローバルにっていう言葉をよく耳にするんですけど、それを本当に考えてもらわないと、朝鮮学校に通ってる子どもたちはあのなんか自分たちがこの他の人とは違う、なんかこの隠れた存在のような、そんなんじゃなくて、あの立派にね胸張って生きるようにしていかなきゃダメだと思います。話ちょっと長くなりました。いえいえ、あの熱い思いを語っていただきました。はい、そしてまたですね、その地に生きている未来を担う子どもたちの、その権利を守っていくのは、そこの地に住んでいる一人一人が声を上げて国を動かしていく、この地に住むことをより良いものにしていくのは一人一人の責任である
っていうのを FMYY としては伝えていきたいと思います。今日本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。